こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はドンキホーテの商品、プライベート商品ですねの、このね、ごまドレッシングを紹介したいと思います。はい、私ね、ドンキホーテのプライベート商品のファンなんですよ、ファンで、私あんまりドレッシングって使わないんですが、あのね、たまに買うとね、ほんとドレッシングって万能だなって思っちゃいますよね。はい、でちなみにこれはですね、作っているのが、よいしょ、静岡県にあるSSK フーズさんが作ってらっしゃいますね。はい、でしかもこのね、タイトルですよ、タイトル、たまり醤油にすりごま、切りごま、練りごま、3種のごまを使用したごまごまごまドレッシングというのでね、タイトル書いてありますね。でたまり醤油、たまり醤油感すごい出てますよね。これね、結構ね、なんだろう、しっかりした味で、子供でもね、男性でも喜ぶ。はい。これね、最近私ね、鶏のささみのサラダにね、ハマってるのでね、鶏のささみときゅうりとこのごまドレをかければね、もう一品完成しますよ。はい。でね、このごまドレッシング、定価は、まあ、定価っていうかね、298円で売っているんですが、あのね、時たま届くね、あの D クーポンね、ドンキのクーポンを使って私はこれ100円で買いました。安い何本かね、ちょっとね、買ってしまったんですが、もう本当にね、あのね、 D クーポンにはお世話になってます。はい、皆さんね、要チェックですよ。はい、このね、ごまドレ正解でした。ぜひ試してみてください。はい、ということで今日はね、ごまドレッシングの紹介でした。ご清聴ありがとうございました。